ナンバーアンダーラインアイが紅白出場。ファンの声が揺れ動く衝撃の理由とはアンチの攻撃を恐れるナンバーアンダーラインアイ。24時間テレビ出演にファンの反応はナンバーアンダーラインアイが紅白内定か今年の夏、平野翔神宮寺優太、岸優太が大規模なイベントでのキャラクターになる可能性が浮上し。 それに伴う決定には重い負担がかかるかもしれません。しかし、その前に、ファンの声が重要な影響を与えていることを理解する必要があります。ナンバーアンダーライン愛が紅白歌合戦の内定を獲得したのか夏の大規模イベントでのキャラクターになる可能性が高まり、これによって平野章、神宮寺優太、そして岩優太にはかなりの負担がかかるかもしれない。 しかし、その一方で、今年の24時間テレビのメインパーソナリティについては、ジャニーズ以外のスタートエンターテイメント所属のタレントも候補に上がっており、トべメンバーもその中に含まれる可能性がある。そこで、ファンは懸念を示している。番組自体があまり視聴されていないようなので、ナンバーアンダーラインアイには24時間テレビに出演してほしくない。 ファンの意見には様々な側面があり、24時間テレビへの出演に対しては否定的な声が多い。彼らはナンバーアンダーラインアイがアンチファンから攻撃されるのを恐れており、24時間テレビの番組自体が問題を抱えていると感じているようだ。一方で、紅白歌合戦への出場については期待が高まっており、トべメンバーの活躍が見込まれている。また、 カウントダウンライブの開催も予想されており、ファンの期待は高まるばかりだ。しかし、ファンの中には、チャリティーの気持ちがより良い形で表現されることを望む声もある。24時間テレビへの出演には懸念があり、代わりに夏や冬のイベントなど、よりポジティブな活動を望む声が多い。そうした声に対して、トベメンバーがどのように考えているのか。 ファンたちは興味深踊り子である。このように、ファンの間ではナンバーアンダーライン愛の活動に対する期待や懸念が入り混じっている。一部のファンは24時間テレビへの出演を望まず、代わりによりポジティブなイベントを提案している。一方で、紅白歌合戦やカウントダウンライブなどの大規模なイベントに対する期待は高まっている。 とべメンバーがどのような選択をするかによって、今後の活動が大きく左右されることになるだろう。紅白歌合戦は日本のエンターテインメント業界最大のイベントの一つです。これは歌手やアーティストにとって夢の舞台であり、参加者に選ばれたことは大変光栄なことです。しかしその一方で、内定が決まるとファンからの大きな期待やプレッシャーもかかることになる。 今年の紅白歌合戦の出場者として注目を集めているナンバーアンダーラインアイと戸部の IMP。平野翔神宮寺優太、岸優太らメンバーのファンは参加を心待ちにしている。しかしその一方で紅白出場にかかる負担やプレッシャーも懸念される。平野翔さん、岸優太さんら戸部メンバーもファンの皆様の高い期待に依頼られるよう日々努力しております。 彼らの音楽やパフォーマンスに対する熱狂的な応援は彼らにとって大きな励みになったに違いない。しかし同時に紅白歌合戦のステージに立つことで受けるプレッシャーや重圧も考慮すべきだろう。紅白歌合戦への出場決定はアーティストにとって晴れ舞台であると同時に多くの人から注目を集めるチャンスでもある。しかしその一方で 参加することで生じる様々な効果や負担も無視できません。紅白歌合戦のステージに出演することが決まれば、彼らにとってもファンにとっても新たな挑戦となる。24時間365日テレビのパーソナリティとして招待されることは、彼らにとって素晴らしい機会でもあります。しかしその一方で、自分が受けるかもしれない批判や批判も考慮する必要があります。 彼らはファンの期待に応えるために日々努力しているが、同時にストレスやプレッシャーも懸念される。トベメンバーはファンの期待に応えるべく奮闘中だ。ただし、受ける可能性のあるストレスやプレッシャーも考慮する必要があります。出演が決定したことで、彼らとファンにとって新たな挑戦が待っていることは間違いない。 24時間テレビのパーソナリティとしての出演が決定すれば、さらに注目を集めそうだ。しかしその一方で、自分たちが受けるかもしれない批判や批判も懸念している。彼らはファンの期待に応えるために日々努力しているが、同時にストレスやプレッシャーも懸念される。ファンからのフィードバックを聞くと、24時間365日テレビに出たくないという意見が目立ちます。 彼らは番組自体が十分に視聴されていないと考えており、出演することで受けるかもしれない批判や批判を恐れているのでしょうか ?24 時間テレビに出ることになれば、さらに注目を集めるだろう。しかしその一方で、彼らは、自分が受ける可能性のある批判や非難も考慮する必要があります。彼らはファンの期待に応えるために日々努力しているが、 同時にストレスやプレッシャーも懸念される。24時間テレビや紅白歌合戦への出場に関するファンの声は多岐にわたります。一部のファンはアーティストの個々の活動を重視し、テレビ出演には消極的な姿勢を示しています。しかし、その一方で多くのファンはアーティストが幅広い活動を行い、社会的な貢献をすることを期待しています。 アーティストとしての活動をどのように捉えるかは人それぞれ異なる考え方がありますが最終的にはアーティスト自身が自らの信念に従い活動を選択することが重要ですファンの声や期待はアーティストの活動に大きな影響を与えます彼らの声を真摯に受け止め適切な判断をすることがアーティストとしての信頼を築く上で不可欠です また、ファンとのコミュニケーションを大切にし、共感と理解を深めることが、持続可能なファンベースを築く上で重要な要素です。24時間365日テレビのパーソナリティとして招待されることは、彼らにとって素晴らしい機会です。しかしその一方で、自分が受けるかもしれない批判や非難も考慮する必要があります。 彼らはファンの期待に応えるために日々努力しているが、同時にストレスやプレッシャーも懸念される。飛べメンバーは24時間365日テレビのパーソナリティとして出演したくないようです。彼らは番組自体が十分に視聴されていないと考えており、出演することで受けるかもしれない批判や批判を恐れているのでしょうか最終的に、 飛べメンバーの活動はファンの期待や意見を反映しながら、彼ら自身の考えや意向に基づいて進められるべきである。24時間テレビの出演に対する懸念を考慮しつつも、彼らの音楽活動やチャリティー活動を通じて、より多くの人々に希望と喜びを届けることが重要だ。ファンとしては、彼らの決定を心から応援したいと思っている。